初期ラムディスクは、リナックスカーネルのブート時に一時的な、ルートファイルシステムをメモリに読み込むための方式。真のルートファイルシステムをマウントできるようになる前に、ファイルシステムを必要とする場面で使用される。イナイトドとイナイトランフスの2種類の方式があるが、文脈によってはこれらを総称して、イナイトドと呼んでいる場合もある。本記事でも、 イナイトドとイナイトランフスの両方を記述する。Linux ディストリビューションの多くは、なるべく高範囲なハードウェアで、ブートできるよう、単一の汎用的カーネルイメージで出荷されている。この汎用カーネルイメージのデバイスドライバ群は、ローダブルカーネルモジュールになっており、メモリの限られたコンピュータや、フロッピーディスクなどの低容量媒体からもブートが、できるよう、カーネルイメージを、 巨大化させない工夫をしている。このような方式では、ルートファイルシステムを、ブート時にマウントするには、事前に必要なモジュールを検出してロードしなければ、ならないという問題が生じる。さらに問題を複雑にするのは、ルートファイルシステムが、ソフトウェア RAID ボリュームだったり、LVM だったり、NFS だったり、暗号化されたパーティションだったりする点である。 これらはマウントにあたって特別な処理を必要とする。もう一つ、問題を複雑化させることとして、カーネルがハイバネーションをサポートしていることがある。ハイバネーションとは、システムを停止させて、その時点の全システムイメージを、スワップパーティションや、普通のファイルにダンプし、電源を切る機能である。次回立ち上げたとき、そのイメージをメモリにロードするには、 ディスク上のイメージにアクセスできなければならない。これらの特殊ケースに対応してカーネルにコードを加えるのを防ぐため立ち上げの初期段階では一時的なルートファイルシステムを使う。これを初期ユーザ空間などと呼ぶ。このルートファイルシステムには真のルートファイルシステムのマウントに必要となるハードウェア検出、モジュールローディング、 デバイス発見などのユーザー空間ヘルパーが存在する。マキナッチピオ、アーチリナックスおよび関連ディストリビューションで、イナイトランフスを生成するソフトウェアイナイトドのファイルシステムイメージは、リナックスのブートローダやファームウェアがアクセスできる場所に格納しておく必要がある。これには、次のようなものがある。ブートローダは、カーネルとイナイトドイメージを、 メモリ上にロードし、カーネルを起動する際にイナイトドのメモリアドレスを渡す。ブートの最終段階で、カーネルはイナイトドイメージの先等数ブロックを読み込み、そのフォーマットを判断する。一部の Linux ディストリビューションでは、特定のコンピュータでのブートに必要なものだけを、格納したカスタマイズしたイナイトドイメージを生成する。 その場合、ルートファイルシステムの場所や種類を実行時に判断するのではなく、いないとどイメージ内に決め打ちで書き込んでおくことが多い。他のディストリビューションはより汎用的ないないとどイメージを生成する。その場合、ルートファイルシステムのデバイス名のみを使い、他の必要な情報はブート時に発見しなければならない。したがって、 ルートファイルシステムをマウントするまでに以下のようなタスクが実行される。ルートファイルシステムを普通にルートにマウントすると初期化用ルートファイルシステム上のスクリプトなどを実行していたプロセスがうまくクリーンアップして終了できないため次のような配慮が必要となる。初期化用ルートファイルシステムには Linux サルシア、s や INIT といったシェルスクリプトがあるため 最小限のシェルも含まれているし、他にも基本的なユーティリティ群も格納されている。容量を節約するため、それらのシェルやユーティリティやライブラリー群は容量最適化オプション付きでコンパイルされ、クライビーシーのような標準 C ライブラリーの最小版とリンクされている。ありがとうございます。